チャオ、あっちゃんです。ちょっとね、ライブお酒を飲んでライブをしたんやけどね、もう寝ようかなと思ってね、ねんけどもう顔がちょっと赤いねんけどごめんね。ちょっとね、トーク動画を撮ろうかなと思って撮ります。何かというとね、ライブの中にね嫌味を言ってくるやつで、あれ、コメント欄でも嫌味を書いてるやつ、まだ数人いてんのよ。で、やっぱりね、なんていうのかな、嫌味のコメントってすごい嫌いやから、ブロックするよって言ってたけど、まだちょっとね、置いてたり。で、あっちゃん好きやけど嫌味言ってまあね、ふざけんなって話やねんね。好きや言うといて嫌味言うといて、嫌味言うといて好きや言うといたらブロックされへんでしょみたいなとこあるでしょ。そういうの嫌いなんでね。だからもうとことんもう嫌味コメント、これ今後したやつとか、もうアンチコメントはもちろんだけどね、嫌味にアンチコメントってのはもう、片っ端からブロックしていきます。で、なんでそんなことするのかっていうとね、嫌味っていうのは嫌味を書くことによって周りの人間が嫌な気分になる。そしてファンの人たちが見ててね、やっぱり嫌やと。それとやっぱりね、嫌味っていうのは引っ張られて、嫌味言うやつには嫌味をつく。言ったよね、嫌味のコメントして、その人はあっちゃんが好きや言うとったけども、嫌味のコメントには嫌味がぶら下がるって、気ぃつけろって言ったらね、まだ嫌味書いとるよね。もうそういうの嫌いなんで、ダメって言ったらダメなんで、ブロックしていきます。で、これも警告として最終警告で言うんで、この後その子の動画見てへんか知りませんは聞きません。で、もう嫌味コメントとか、ふざけんなみたいなコメントはことごとくやっていきます。やっぱりね、どうしてもね、あっちゃんねるっていうのはみんなが楽しんでみんなが幸せになってもらおうと思ってやってんのに、幸せになりたくない人間は来るなと。で、人の幸せまで引っ張って嫌な気分にさせるやつは来るなと。やっぱりね、人間ね、やったらあかんって言われたらやったらあかんのよ。まあ、ふざけんなよっていう話やね。で、あっちゃんこの前言ったと思うんだけど、ルールっていうのは何かって言ったら、あっちゃんのルールでやってんの、YouTube。だから、あっちゃんが、いくらあっちゃんが好きや言っても、嫌味言ってて、いや、気分悪いなと思ったらブロックしてもええわけよ。で、それで視聴者減るとかどうのこうのって言うけど、そんなもん視聴者でも何でもない。あっちゃんの大切な視聴者さんっていうのは、応援してくれてる人やねんね。いや、嫌み言いながら応援してます。そんなわけわからん、言い訳聞かへんやん。嫌み言うて応援なことないのね。すごい気分悪いのよ。で、やっぱりね、結局あっちゃんってね、あっちゃんちゅうか配信者ってね、配信して動画を出すことが仕事になんねんね。その中で気分良くないのに気分いい対応なんてでけへん。やっぱり気分悪い時は気分悪い。逆に言うたら気分悪い時に私気分悪いですって言えてなんぼなんよ。言えへんのあかんのよ。ストレス溜まるしね。で、結局いろんなことでストレス溜まってきてる中に、ちょっとでもストレスの原因となるものは取り除いていかなあかんねんけども、他に、あ、ごめん。ゲプテンのもんだ。あっちゃんの中でね、いろんなことでストレス溜まってね、そんな、しょうもない嫌味コメントどころじゃない。もっとなんか大きなことでストレス溜まかかってんのよ。あっちゃんのね、生き様に関することとかね、人生に関することでもストレス溜まってんのに、その中でクソみたいな嫌味でさ、ストレス溜められても仕方ないやん。で、その人生においてすごい嫌なストレスっていうのは、省くことがなかなかできへんね、今のところ現状ではね。まあ、いずれそれも省いていかなあかんから、やねんけど、もうそんなんもあってね。で、もしそのストレスで、やねんけど、もちろんそれはね、あっちゃんがそのストレスから離れた時に、そのストレス源は全て明かしたろうとは思ってんねん。もうそれぐらいの気持ちでやったろうかな思ってんねんけど、結局ね、人間ストレス溜まった時って、やっぱり何をしでかすかわからへん。ぐらいまであっちゃんはやっぱ追い詰められたりもしてるからね。その中で、潰れたら元も子もないから、やっぱり潰れんためにはある程度のガス抜きじゃないんだけど、やっていかなあかん。その中で嫌味コメントでストレス溜められ、クソみたいな嫌味コメントでストレス溜められんねやったら、最初からブロックした方がええんよね。だからもう嫌味コメント、アンチコメントは一発ブロックかましていきます。今までは何ぼか泳がしたり、やっぱりね、あっちゃんの話で分かってくれるかなって思ってたけど、分かってくれやんでいいよ、そんなバカには。最初から嫌み言ったりアンチコメントするやつクソみたいなやつやから、もうさよならしていこうかなとは思ってるんよね。だからね、結局しょうもないアンチコメントするやつとか、やっぱそういうことを言うやつ大嫌いなんね。で、ポロッと言うといて謝ったらいいでしょみたいなとこあるけども、謝ってもダメよ。今までは謝ったら許してあげたりもしてたけど、もうお前ふざけんなよって話になってくる。だからもうそんな
アンチコメントとか嫌味コメントのやつは一発ブロック、今後やっていこうかなと思うのね。もちろん何人かもう候補はいてる。で、その中で次、コメントでもそうやし、ライブでもそうやしね、やらかした時点でもう後はないと思ってもらったらいいよ。うん、一生懸命ね、アホみたいな、ね、掲示板とか、アホみたいなアンチしとってさ、で、キラコメって言われるキラコメしてさ、喜んでるか知らんけど、言われた人間はキラコメでも嬉しいよ。ね、嫌じゃないよ。嫌な気分にはならんよ。でもさ、大嫌いなやつで、相手に、ほんまこいつ嫌いやねんちゅう相手にさ、キラコメするほどバカいてない。あっちゃんは嫌いなやつにキラコメなんてでけへん。よっぽどだからクソみたいな人間がやってるんやろなってあっちゃん思うのよ。まともな人間ってさ、まともって言い方もおかしいけど、普通人間ってさ、嫌いなやつにおべんちゃら使うことってでけへんやん。でもそれをして、で、嫌いな人間好きとか言ってまで降りたい。いや、あちゃん嫌やなと思うから、逆に言うたらそんなやつ降らしたくもない。だから分かってないやつっていうのはブロックしていくね、今後ね。で、嫌味やって言ったら、嫌味ですかねって嫌味に取れるかも分からへんけど、私は好きですよ、私は嫌味言う人嫌いです、いくらあちゃんのこと好きになっても嫌いです。うん、だから嫌いなもんは嫌いやねんね。だからそれはもうあっちゃんもブロックしてる。好きやったら好きって言ったらいい、好きやったら嫌味言わんだらいい。なんで好きな人に嫌味言う、おかしいでしょ。だからあっちゃんは嫌いなんで、あっちゃんもう好き嫌いで物事判断して、嫌いやと思ったらブロックします。うん、だからそんな感じでねやっていくんでね、もうあっちゃんのことが好きと思って見てくれる人以外も見てくれなくてもいいよ。だってあっちゃんはあっちゃんのこと好きっていう人たちに支えられてるから、あっちゃんこと嫌いって言いながらさ、どないかこうごますりながらキラコメする大嫌いなんで、もうそいつこいつの嫌味、ちょっとでも嫌味入ってるなと思ったらブロックしていくんだよ、ふざけんなって感じ。でもあっちゃんは応援してくれてる、あっちゃんのこと応援してくれてる、あっちゃんのこと大好きって言ってくれる人は本当にこれからもね、もっともっとその人たちがね喜んでもらえるようなことしていこうかなと思ってんだけどね、マジね、そう、もうね、うん、だからアホみたいなやつっていうのはとことんブロックしていくんで、覚悟しときなさいってことです。ごめんね、ちょっとね、これお酒入ってて眠たくて頭回らないんだけどね、同じこと何回か言ったかもわからんけど、まあちゃんの気持ちはそういうことよ。嫌味コメントってね、やっぱ心が壊れるからね、大嫌いな。だからね、嫌味コメント見た瞬間さよならしていこうかなと思ってるんで、でもこの動画上がってからね、ちょっと手からにするんで、それまで猶予を持つんでね、もしこれ見て、あ、ごめんなさいと思ったら、ちゃんとごめんなさいって伝えろよって感じを、ごめんなさいも言わんとしれっと戻るやつ大嫌いなんだね。だからなんかね、ごめんなさいも言わんとね、ひどいことしとってごめんなさいも言わんとしれっと、あっちゃん大好きレンタルしましょうか、レンタルしてく、レンタルであっちゃんいいですかみたいなこと言うやつもおるけど、そんなやつ大嫌いなんでね。もう結局さ、タヌキって尻尾でバレるって言うけどさ、どんだけ綺麗に化けてもさ、タヌキって尻尾出すんよ。だからと一緒でさ、アホのアンチはさ、どっかで尻尾出すね。だからそうやって尻尾見えた瞬間にあっちゃんは尻尾踏みつけだろうと思ってね、ブロックしますっていうことです。ということで今日のあっちゃんのグダグダ喋ったけど、ごめんね、ちょっとお酒入ってるか、朝9時にあげる動画でお酒入った動画ってどうなんかなとは思うけどね、まあ結局あっちゃんはね、気に入らんかったらブロックしていきます、そういうことです。嫌味は大嫌いなんでね、だから嫌いなもんはブロックしますっていうことです。ではまたね、バイバイ。ファンのみんなは安心させてください、全然そんなひどいことしないんで。今日のあっちゃんのこの動画良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。